こんにちは。ブラックカードね。カードブラックじゃないですよ。ブラックカードを持つ目的。これはですね、持ちたいというのが目的なんですよ。吉谷さん。なんか50になるまでに、ブラックカードを持ちたいなっていうだけなんですよ。それだけなんですよ。だから、なんかナイト2000みたいに、なんか好きな車に乗ってみたい、所有してみたいっていうだけなんですよね。だからそれを使ってどうこうとかありませんし、 年会費がかかるから、年費が悪いからってことでカードを選んだりしないのがブラックカードなんですよ。ただし、長くは持たないと思います。全く意味がないんで。今もね、プラチナカードいろいろ使ってるんですけども、ぶっちゃけいらねえかみたいな感じですよね。ですんで、ブラックカードを達成した暁には、すべてをレギュラーカードに戻すと思いますね。ただ、体験がしたいんですよ。ブラックカードを持ってるぞっていう。ただ、それだけなんですよね、うん。まあ、そういったものってあるじゃないですか。 特にパフォーマンスは生まないけどもなんかね効率悪いものに手をかけたいなみたいな感じですよねまあそういう人生もありですよ初 <laughs> めの一歩40巻ついに40巻に来ましたこれから読みます